セカンドハーベストジャパンさんから食料支援を得ることができたので、えー、それを早速、えー、出していこうかなと、えー、1回分の食料支援の内容を、えー、それでは早速はいえー、餅、えー、300g×6 パックねすごいお多いでしょ 丸々ね、あの、一つの餅。ね、餅。えー、アトミカフェアラビカ、コーヒー豆。ね。これなんかすごいボリューム多いけど、これちょっとなか、な、何かなと思うんだけど、ね、あの、コーヒー豆と。 乾、はいえー、パンあーのーなんだろう保存食みたいなやつ氷砂糖入りこれねすごい,い,いよこの氷砂糖っていうのがいいなんかこれでねあの糖分取れるじゃんこんなの初めて見たよ乾パンっていうのは見たことあるけど何度も氷砂糖入りっていうのはすごいいいなと思ったあすごいじゃんこれと思ってこれいいなと思ったこれが、えー、2つ えー、北海道ビーフカレー、えー、カレーのパックだと思う1人前 200g ねえー、特選北海道牛乳、えーえー、1000ml、ね、牛乳牛乳パックね牛乳パック ブルーベリージャムジャムねジャム食べるオートミールスープスープね、えー、2食入り、えー、2パックってことかなご飯わなんかねこの元みたいスープね うどん。えー、うどんが250ミリ、あ、じゃないな、250グラムが2つと。ね。えー、うどん。えー、550グラムのパスタ。パスタね。パスタ。 あこれも2つだねパスタも2つだパスタねああ大丈夫かなえー、冷凍食品豆腐ミートのボロネーゼこれが1、えー、食分 140g えー、冷凍食品ねええー、塩塩味 これななんだろうなサイナって書いてんのかなちょっと読めないや 80g 野菜の漬物だよねザーサイの漬物か 80g えー、レモンウォーターこれなんだ 500ml でこれがああ2つだと えー、さんまのかば焼きねっかば焼きこれが逆かこうか 60g これがあ2缶ね2缶二缶えー、これなんだろうこれ「ぶどう干し」って書いてあるかなあの干しぶどうだよ干しぶどう干しぶどうねっ パパンイパ入ってし、えー、っててていグラム書るのかなこれだか,だから漢文だから中国のお菓子かなんかだろうね中国の商品だと思う星ぶどうね星ぶどうえー、これなんだろうチョコねチョコロッテじゃなくてラッテって書いてるねラッテパクリお菓子かな外国の。 あまあ何でもいいかチョコレート2 0 0ムね2 0 0ムね <laughs> えー、シチュークリームクリームシチューねクリームシチュー、えー、ルーねあーホワイトホワイトシチューかな、まあ、クリームシチューかクリームシチューのルー、えー 180g とこれは一つねルーあ、えー、っとミニバナナね小さいバナナまだあちゃんと産んでないけどまだあのこれ日数がいいねあのもっと日を置いて食べれるようになると今硬いと思うでひとふ房とね一ふ房 にんじんにんじん1本ねにんじ本これ「丸ご飯と「丸ご飯でこれがあセカンドハーベストジャパンのロゴマークあ,これあれだあのー、真ん中のマークはご飯なんだね茶碗に盛ったご飯 でこれは人の形か人の形の中に茶碗に持ったご飯があると、まあ、人が茶碗を茶碗に持ってご飯を持ってるってイメージなのかなあのセカンドハーベストジャパンのマークみたいなこれは多分分からないけどまあ大体多分2キロかなお米2キロぐらいかなだと思うそんな感じで以上、えー、以上があ今回 えー、セカンドハーベストジャパンさんから得、ええ、ることができた食料支援、えー、1回分ということで、まあ、今はなんか潮が変わってというか2ヶ月間で、えー、5回まで支援を受けることができるということなんで今回はこんな感じなんで、まあ、それじゃあまた。